フェルディナント・ヘルメスベルガーは、オーストリアのチェリスト、指揮者。ヘルメスベルガーは、ウィーンに生まれた。父は、ヨーゼフ1世で、ヨーゼフ2世が兄だった。彼は、ウィーン国立音楽大学で、カール・ウデルニチェロを、アントン・ブルックナーに、音楽理論を指示した。1879年からは、ビエンナ・ホーフブルカペレの団員となり、1883年からは、 ヘルメスベルガー市住相談の一員として活躍した。21歳となる1884年に母校で教職に就くと、1889年には教授に就任。1902年までこの職を務めた。1896年には宮廷楽団のソロチェリストとなる。1902年にカールライナー・シモンスの下でウィーン・フォルクス・オーパーのカッペルマイスターに就任。 1905年には、ベルリン国立歌劇場のバレエ指揮者を引き受けた。1910年以降、彼は、オパティア、バーデンバイ・ウィーン、マリアンス・ケーラーズニエ、カル・ロビバリで、学長職を歴任した。ヘルメスベルガーが、ウィーンで没した時には、彼が、一家出身者のうちウィーンの音楽界で重要な、役割を演じた最後の一人となっていた。 ヘルメスベルガーのウィーン国立音楽大学での門弟にはフランツ・シュミットラがいる。ありがとうございます。